最初の質問として、はい、文化庁が なぜこれまでこの質問権行使についてですね、お呼び越しでやってきたのかということをお伺いできますでしょうか。はい、まあ、元々のね、これ流れは、うん、まあ、文化庁といっても、うん、まあ、要するに政府ですよね、うん、国家権力側がやっぱり戦前には、うん、まあ、もちろん憲法が違う時代ではあるけれども、うん、ものすごく厳しく、うん、統制してたわけですよね。宗教団体を弾圧したりしてた、うん、創価学会、今の創価学会なんかも戦前は弾圧されていたし、つまり仏教系のそんなこう新興宗教じゃないところだって弾圧されてた。なのでそれはやっぱり良くないことなので、戦後に憲法ができた時に信教の自由っていうことを打ち出していってやることになったわけですよね。なのでその宗教法人法っていうのもできたのは憲法ができた後、昭和20年代に宗教法人法ができる。そうするとその宗教法人法っていう法律を使ってきちんと事務をやるところがなきゃいけないので、その時点では文化庁はないんですけれども、当時の文部省の中でその宗教を担当するところがいた。それが1968年に文化庁ができた時に、まあ宗教っていうのはどっちかというと文化の話ですから、その文化庁の中に入っていったっていう経緯があるわけです。それで実はその90年代までは、90年代に入るまではもうその宗教団体に質問するとか、ましてや解散命令を出すなんていう話、解散請求出すなんていう話はもう戦前と同じ弾圧につながるわけですから、それは一切やっちゃダメよということだったので、この質問権そのものができたのは、96年かな、はい、そうだから宗教法人法の改正をした、うん、その理由はもうオウム、うん、オウムがあれだけのことを起こしてしまった、うん、つまりその従来の宗教弾圧っていうのと違って新しいものができちゃって、とんでもない、まあ、犯罪を犯してしまう、うん、それまで全然、うん、知らん顔はできないだろうと、うんうん、いうんでそこで変えたわけです。ただね、その時もね非常に反対が強かった、うん、当時例えば公明党は野党だったわけですけど、うん、もう猛烈に反対、うん、もうそういうことは、つまりオウムみたいなのが出てきたらそれは別の形で破防法を適用するって話があって、それでやりゃいいじゃないかと、うん、他の宗教は何もやってないじゃないかっていう声もものすごく強くって、うん、実はその宗教法人法の時の資料なんか見てみると、もうごうごうたる反対が起こってるわけですよ。つまりそういうのは特別の暴法とかで警察が取り締まればいいじゃん、なんでそれを文化庁なんかがやるんだよっていうのがあったわけです。その改正した後も、つまり今日まで一回も質問権を使わなかったっていうのは、そういうことに非常にやっぱり自制的にならなきゃいけない。だって今回だって与党にいる公明党は質問権行使について、うん、非常に慎重な意見ですよね、うんうん、で そんなぐらいやっぱり慎重に なることが求められているものなので、なかなかそれを使うっていうことが今までできてなかったっていうことなんですね。まあ、だってさすが今度の統一教会だってオウムみたいにはあんまり明らかに人が、うん、殺されたとかそういう話ではないわけだからね。結局実質的にその根拠となるのが刑事責任が問われるような、刑事事件になるような問題については質問権の対象としてるんだけれども、民事についてはそこはスルーしてきてしまったという。いやいや、今までは刑事も民事も含めて一切やってなかった、うんうん、やってなかったですね。今度初めて使うから、うん、どうなのって話になって、あれは最初総理はその刑事じゃなきゃダメだって言ったのだは解釈が間違っていたので、翌日すぐいや民事でも、だってね刑事のことだったら警察が調べるから、警察や検察が調べるから、いちいち質問なんかしなかったってもうそこで捜査されて出てきてるわけですよ。むしろ民事こそ調べなければ質問権を
行使しないとわからないんでね、うん、なんかそこら辺のところもなんかピントがずれた話だよなと、うん、まあ最初民事を入れなかったのは公明党に配慮したんじゃないかとも思えますけどね、うん、あのそれはどんなあの宗教団体だって、うん、あのお布施をちょっと厳しくというかね、うん、お布施の義務がきついよって話はどこにでも出てくる話ですから、うん、そういうことになってくるとどの団体もそうやってチェックされることになるかなという、うん、まあ宗教団体側は心配しますよね、うんうん、お布施というのは献金のことですね、そうですそうです、うん、まあそうか仏教系だからお布施なんだけど、うん、そうでなければ献金ですよね、献金であったりなんだろう、うん、まあ要するに寄付ですよね、うん、でまあ、今回のこの事件を契機にして一応あのかなり政府も質問権行使で、あの、まあ、その先にある解散権の話についてもですね前向きなように見えるんですけれども、実際にどの程度こう実現可能性があるんでしょうか。おっしゃる通り前向きに見えますよね今の時点ではね、うん、だけどこれがつまり前向きに言ったって今までそんなことしてこなかったのに、うん、あまあ一応あの世論に気兼ねしてやってるけれども、うん、まあよくある手であのそうやってやるぞって言ったんですけど、うん、できませんでしたっていうような結果になる可能性もまだ十分あるわけですよね、うんうん、結局あの質問権行使して質問したとしても相手が必ずこう答えてくるかどうかっていうのも定かではないですし、そうするとこう無駄に何度も何度もこうやり取りはするけれども その先にこう解散権まで行くのかどうかっていう、そうですね、うん、だから質問権っていう言葉なんかがね、うん、普通法令用語にないわけですよ、うん、まあ、まあ法律はあれですけど、うん、だから一番緩いやつなんですよね、うん、あの上にもっと厳しいやつだと尋問とか、うん、あのいろんなもっと厳しい査問とかそんな言葉がある中で、質問っていうのはもう本当に一番、あの聞いてみました、でも答えませんって言ったらもうそれでいいや的なぐらいの話だからね、質問権の行使って言ったってそのつまり警察の捜査権となんかと比べるともう全然、で向こうが答えませんとかその答えのあるいはその答えが正しいかどうかまで問い詰めるっていうわけにはいかないわけですからね、うんうんうん、結局今、まあ、報道も含めてですけどこう質問権すらあのさえ行使すれば解決につながっていくんじゃないかっていう楽観論もありますけど、それは間違いですね、うんうん、つまりただねステップとして質問権、むしろね、うん、あの質問権は行使しましたよ、うん、で質問権まで行使したのに納得がいかないからこっち行きますよっていう、うん、つまりその要すれば解散の命令請求をやるかやらないかっていうのは決断次第なわけですよね、うん、でやらないためにもう質問聞いてみたけど質問権で聞いてみたけどどうもそこまでのものは取れなかったってのも使えるし、うん、やるんだったら質問権をもう行使しても、うんちょっと納得がいかなかったからとも、うんまあ、言う材料でもある、うん、どちらにもなるからね、うん、質問権イコール解散とかじゃなくて、うん、結局はその政権がそこまで、うん、この問題を突き詰める気があるかどうかっていう考え方ですよね、うんまあ、もちろんこれまたあれですけど昔だったらそうじゃないけども、うん、今本当要するにもうあの政治と行政の関係では政治が圧倒的に強くなってますから、政治が、例えば政治がどっちをかにする言い訳として質問権を行使したのにしたけど、そこまでの材料出なかったから解散はいきませんよって使うかもしれないし、質問権行使したらやっぱり怪しいからこうですっていうのが、まあみんながそうなるだろうと思ってんだけど、その逆もあるっていうことですよ。時間稼ぎと世論の動向を見るみたいな、うん、だから世論の動向も見ていくし、時間稼いで他のことで政権の人気が出てくれば、今だから世論はとにかくそれはもう厳しく取り締まれっていうのが圧倒的にどのあれでもなる。でも一方でその岸田政権の支持率がうんと下がってるわけですね。でも支持率の方は
あの統一教会と関係ないことでも上がったり下がったりするわけだから、うん、他のことでね、うん、例えばマイナンバーに大成功したら、うん、あマイナンバーって素晴らしかった、みんなクーポンもらって嬉しかったとか言って、あるいはその、みんなに何 ?10 万円配るみたいなことやったら、うん、その、あれ、もうあの配るっていうのはさ、うん、猿だと思われてるんですよ、国民はね。うん、あの、長三母子と長子母さんじゃないけど、うん、今、あの、どんぐり 4粒やるから、うん、お前たち喜べよって言ってるような話でね。うん、ああいう金のばらまきやクーポンのなんたらとか、あの、うんなんか GoTo キャンペーンみたいなのやって国民が喜んでくれば、だって支持率が上がりさえすればいいわけで、うんうん、あの今はもちろんその支持率低下の理由の中に、うん、あの統一教会とは怪しい関係だよっていうのは言われてるけど、うんうん、そんなの気にしないぐらい上がっちゃえば、うんうん、もう多分やらないでしょうし、うんうん、だからそれはあの確かに時間を稼いでるうちに他のことで上がっていったらもううやむやにできるようになって、うんうん、思ってる可能性はありますよね。だってあの安倍政権の時にあの森友学園問題、加計学園問題の時は、うん、あれはけしからんって思ってる国民が圧倒的に多かったわけだけど、それで一時的に支持率は下がったけど、うん、でいざ選挙やってみると、うん、他のことでアベノミクスで景気が良くなったかどうか分かんないけど、うん、まあそういう他のことで、うん、あの上がってやっていって、うん、それでみんな忘れちゃって国民はどうせすぐ忘れるっていうふうに、あの鷹をくくっちゃってるわけで、うん、そうなっちゃったらもうそれはうやむやでできるわけですよね、うん、それはだってその解散権どころかその、あの森友学園事件の調査だって本来 やらなきゃいけないのをやってない、加計学園だってやるべき調査をやってないですよ、うん、で国民はやれって言ってたはずなのにもううやむやになってるでしょ、うん、だからこのオウムだってやんじゃない、あの統一教会だって、うん、あのなんかいいことがあってわーってなっちゃったらもう忘れる、うん、本当にそれ忘れていいんですかっていうこと、うん、いや実際その統一教会っていうのは、うん、80年代から90年代にかけては、うん、とんでもない団体だってみんな思ってたのに、うん、それを忘れてたわけでしょ、うん、みんなあのマスコミも、うん、から警察も、うん、それはまあもちろん文化庁も含めてでしょうけども、うん、そのまあ、世の中全体が、ああ、もう、あの問題終わっちゃったのね、的になってしまってたわけだからね。これはね、だからよく言われるけど、それは国民にも責任があると思います。いや、マスコミや国民にもね、責任があると思いますよ。そういう記事とかなんとかなかった。でも、こうやって、蓋を開けてみると、その期間も相当ひどいことが行われてたっていうことでしょ。で、どんどんね、民事でも裁判の、出てきていましたし、ちなみに結局の質問権ってすみませんちょっと不勉強で、あの統一教会に対するものだけであって、その関連団体に対してはないわけですよね。だからあのそれこそね、うん、あのオウム真理教ですらですよ、うん、あんなの痛くも痒くもなかったとか豪語してるじゃないですか、うん、オウム真理教は解散したけれども、うん、あの後継団体はいっぱいあって、うん、アレフとか、うん、あそんなの作っていけばいいんだから、うん、別にどうってことない、うん、まあそれはもちろん宗教婦人にはなれないとしたって、うん、マスコミも世の中も統一教会の問題について忘れてる間のどさくさに紛れて、うん、名称変更がなされたことに対するその問題っていうのも、うん、名称変更はそんな簡単にできるんですかっていう、うん、名称変更はあの実態が伴わないとダメですよって言ってるわけね。つまり、うん、例えばですよ、うん、今までは寺脇って名乗ってたのに、うん、明日から山田になりますっていうことは、うん、あの民法上は認められないでしょ、うん、名前の方は変えてもいいのかな、そうですね、あの、まあ、いろいろ細かい条件もありますけど、でとにかく何でも変えていいわけではないですよね、うん、会社だってあの会社の名前をそう みだりに変えるっていうことはないわけで、だから宗教団体の場合はもっとでしょ、うん、だってその名前にみんな信仰を帰依してるわけだからね、うん、それが変わるっていうのにはつまりこういう理由で変わりましたと、うん、だからその統一教会が変えたいって言ってくるのは、うん、あの評判が悪いからあのこの名前をやめましょうっていうふうに思ったとしか思えないわけですよ、うん、最初の段階ではね、うん、その90年代の段階では、うん、その一回つまり最初に文化庁が
断った、うん、あの前川喜平さんがその担当の課長をしていて、うん、これはダメですと、うん、ダメだからもう出してダメだって言われると、うん、あんたたちだってダメージを受けるでしょうから、うん、もうこれはもともと出さない方がいいですよって言ったら、うん、あじゃあもうだって出してもダメなら出したって、うん、またそれでそういう話題になっちゃうからね、うん、それであの降りたわけでしょ、うん、だからその段階ではだって誰が見たって悪あのいろんな問題を起こしている団体で、うん、それが名前変えたいって言ったら、うん、その要するにあの前騒がれてたこの新聞に載ってる団体とは違う団体なんですよっていうふうに思わせるためのものだって思いますよね、うん、だからダメだよダメだよ、うん、で変えたいんだったらもう根本的に、うん、あの仕組みを変える、うん、その協議もあのもうちょっと別のものにあのしていくとか、それからその今まで出てきたような、うんそのものを売るとかいうようなことで信仰を広めるとか、うん、要するに寄付を、うん、求めることが信仰の証だよみたいな、うん、たくさんの寄付をすることが熱い信仰だよみたいな考え方をやめますと、うん、だからちょっと今までのとは違う名前でやりますよっていうなら分かりますよ、うん、でもだからダメだダメだと言っていた、うんでところがその2015年それが最初にダメだって言われてから、うん18年ぐらい経ってそれで出てきちゃった、うん、でその時の理由っていうのは、うん、その悪いことを隠そうというのではありませんとか、うん、多分なんか理由は出してるんでしょう、うん、その家庭の問題、うん、家庭とか平和とかそういうことをやっていく中心に出していくんですとか言ってる、うんうんだけどまあそれさっき言ったように、うんみんなが忘れちゃってるから、うん名前変える その悪名をごまかすために変えるって悪名ってなんだっけ、うん、みたいな状態になっちゃってると、うん、いやもうそれはいいんじゃないですかっていうようなことになってしまったっていうことですよね。でそれはその私はその時はもう文部科学辞めてますから、うん、文部科学省辞めてますからわかんないけどその時まだいた前川さんによればですよ、うんうん、彼はその時にその文部科学省の事務方で実質的にあの旧文部省の仕事のトップだったわけですから、うん、その人がその時点でもこれはダメだよと、うん、つまり彼は前のこと知ってるから、うん、あの18年前の時の状況を知ってて、うん、それが改善されてるっていうふうには明らかに思えない、うんうんのに変えて名前だけ変えるのはおかしくないかと言ったけど変わっちゃったっていうことはまあ自分より偉い人大臣とかまあ、 あの事務次官っていうか役人の一番偉い人より偉いって言ったら大臣と副大臣とまあ政務官でもやっぱりそれはちょっと政治家だから偉いでしょう。その3人のうちの誰かがゴーサインを出したっていうことでしかない、ね、ちょうどその当時は下村大臣時代ですよね。そうそうそう、でまあ今回その下村さんと統一教会の非常に密接な関係が明らかになってくると、うん、やっぱり下村さんの力があったんじゃないかなって、うん、まあこれはしかしまあ証拠がないから、うんつまり状況証拠だけを見ていけば、うん、そういうふうに思えてしまって、うん、思ってしまっても仕方がないところはありますよね、うんうん、私のご本人は否定はしているということですよね。だから否定をするにしたってね、うん、あの時、うん、あの下村さんの否定の仕方がおかしいのは、うん、それは文化部長が決めたんですよって、うん、文化部長が決める権限を持ってるんだから私はもう文化部長が決めたからはい、はいよって、うん、それあのもう何も関与してないっていうけどね、うん、それは私も文化部長はしてましたけども、うん、文化部長が決めるなんていうことはありえない話であって、うんそのたまたまその書類にハンコついていってだんだん最初の係員がハンコついて、うん、はい係長がつきました、課長補佐がハンコついて、うん、課長がついてっていうその一番上はわざわざ大臣にまで普通だったら測る必要のないこと、うん、でもあれがおかしいのはおかしいっていうかその不思議だなと思うのは、うん、じゃあ大臣に説明する必要ないんでね、文化部長が本当に決められるんだったら、うんうん大臣説明しないですよ、うん、私もずっと役人やってたけど、うん、それは確かに簡単なことだったら課長限りで決められたり、うん、部長限りで決められたり、うん、局長限りで決めるとそんな時はもちろん上には相談しないで決めますよね、うん、でも大臣にまで説明に行ったっていうことは、
これは理由は2つしかなくて、うん、なぜ説明に行ったかっていうと、大臣に最終的に決め、大臣にご相談せずに決めることができなかったからご相談したのか、うん、もう一つの可能性は、大臣とこの団体はものすごい密接な関係にあるので、うん、ちゃんとご報告しとかなきゃいけないっていう、まあ大体そのケースしかありえないんですよね。